どうも、茨城市いちごの未来花、上平です。はい、今いちごの育苗を行っていて、うちでは今年ナイアガラ育苗といって、ランナーを伸ばしっぱなしにして、切り離して直接ポットに挿していくという、挿しないというやり方で育苗を行っていくんですが、その切り離した苗をですね、別で保管する、管理する場所が必要だということで、新しく苗場の増設を行っております。でこっちのハウスが去年建てたもので、この場所だと今年予定している苗の数をここだけではこう場所が、足りないので、新しく同じ、大きさのハウスの方を建てました。でそこに、同じようにですね、こういう棚を作って苗を置ける場所を、作っていこうと思います。で、今日はその時の作業と灌水の方法ですね、管理する上で、絶対水が必要になってくるんで、灌水する設備を整えてあげないといけないんですけど、去年は底面灌水という、方法で灌水を行っていたんですが、難しかったというか、灌水にムラができてですね、やり方も良くなかったんでしょうけど、ちゃんとレベル取って立てていないと水が溜まるところと溜まらないところの差が結構はっきり出てですね、でこっちには水、ちゃんと行ってるけどこっちには行ってないみたいな状態になって、灌水のムラができて生育に差が生まれてしまったということがあったので、その灌水方法っていうのも、今年は変えてみてでやってみようかなというふうに思っているので、その灌水の資材とか、どういうものを使っているのとか、どんな感じでやっているのかみたいなところを、今日は見ていただこうかなと思っております。では作業の方ご覧ください。未来花。はい、で灌水に使う資材なんですが、ミストエース20というものを使います。ミストエース20というのがですね、フラットホースみたいなものに、穴が小さな穴が開いてて、そこからこう霧状に、水がこう出るというようなもので、ミストエース自体はいろいろなんか規格がね、20とか50とか60とかなんかいろいろあるみたいで、その20のものに関しては、このハウスの上から吊り下げて、で、そういうシャワーみたいな感じでですね、灌水するというやり方で、いちごの育苗にも用いられるものらしくてですね、葉っぱはあまり濡らさない方がいいんですが、というのもその炭疽病というものにかかりやすくてですね、かなり湿度が高い状態が続いてしまうと、炭疽病というものにかかってしまうので、そういう霧状で、やってあげるというのは、湿度が空気中の、湿度が上がってしまうとか、葉っぱがこう濡れてしまって、そういう病気にかかりやすく、なる可能性もあるんですが、このミストエースに関しては、そういう特殊なチューブを用いてですね、かなり細かい霧状のこう水が出るということなので、そういう病気にもなりにくいということなので、使ってみようと思います。フラットホースというかフラットチューブみたいな感じの、こういうナイロン系で結構硬いですね。柔らかくはない、柔らかいけどなんかしっかりしてる、結構素材はなんか耐久性ありそうな感じです。であと、これも別売りだったんですけど一緒に購入したのが、こういうフィルターですね。これは多分この
フラットチューブの中に入れて、まあ、ゴミとか、まあ、カスがこのチューブの穴に詰まる可能性があるのかなと思って、こういうフィルターみたいな別売りで、購入しました。まあ、ディスクフィルターはハウスの中に、一緒にあるので、まあ、フィルターは一応あるんですけど、まあ、目詰まりを起こさないように、まあ、こういうなんかかなり細かい目の網がありますね。これでまあかなりゴミ取ってくれるのかなと思います。配管の作業はこれ VP の20の K で、やってますね。ただ、この継ぎ手の部分25なので、こういうね、ソケットを用意してあげて、2025の、まあ、ソケットなんですが、まあ、これを使ってですね、こういう20の VP と、これが25か25の VP と、この2025のソケットを使って、まあ、こういう感じでこうついていくという感じですね。で、ここがなんかこう外れるような感じになってるんで、まあ、フラットホースですね、ここに差し込んで、で、まあ、これでかしめるような感じだと思います。で、まあ、これで、やっていこうと思います。バルブオン、いい感じで出てるな、水が。 OKOK、 いいじゃない。これぐらいの水圧だったら大丈夫だと思います。よし、ストップ、ストップ、はい、止まりました。まあ、ここと、向こうの、はい、あれとで、まあ、オンオフしていくって感じですね。よっ、でこのフラットチューブの字の書いてる方に小さい穴が開いてます。これを下向きにって感じかな。これが一番エンドの部分ですね、まあ、ストッパーになってるところ、これをでこれで止めてあげると。硬っ。大体こういうのって最後まで入らへんで、いけてるんかなって思うんですよね、いつも。で、これで後ろは OK。
ミストエース思ってるより霧が霧というかね、あの細やかで中今すごく涼しいです。まああの日が落ちてきたっていうのもあるんですけど、かなり涼しいですね。ここをとりあえず1頭だけビニールも貼って、まあ、チューブはわしてですね、こういう、まあ、実際に苗を置いた時に、まあ、換水できるような状態を作ったんですけど、まあ、隣のハウスももうチューブははわしているので、あと、まあ、ビニールですねかぶせて、まあ、この換水できる幅がしっかりこっちとこっち、メイパーを置いた時にまんべんなく換水できるように、まあ、調整してですねやっていきたいと思います。まあ、こういう換水の仕方だと、まあ、炭素病がよく出やすいというふうに、まあ、言われていてですね、まあ、それも今後見ていきながら問題があるようであればまた違う方法を取っていこうというような感じです。はい、では今日こんな感じです。ご視聴ありがとうございました。高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ベルボナカメラでした。ありがとうございました。